皆さん、こんにちは。おとみです。トランプ大統領の声明をご紹介します。アメリカ時間の10月4日のものです。そして、トランプ大統領の声明の後には、P 女子のテレグラムで気になるものを見つけたので、そちらもご紹介したいと思います。まずはトランプ大統領の声明です。2021年10月4日、最近までアメリカの自動車会社は、 ほぼててのバッテリーを海外で調達ししいました USMCA はそれを変更しました合意のもとでコンテンツの40%トラックの場合は45%が少なくとも収入のある労働者によって製造されない限り自動車は免税扱いの資格がありません1時間あたり16ドル新エネルギー車に電力を供給する種類の 高度なバッテリーはこれらの車の価値の非常に高い割合を占めるため、アメリカでバッテリーを調達せずに自動車会社が契約に基づいてそれらを認定することはほとんど不可能です。そして、協定の下で利用可能なより長い移行時間を利用するためにほとんどの自動車会社は車両がどこで製造され取引されるかに関係なく、 北米のフリート全体をを認定することを約束しましまた私たちが目にしている結果はアメリカのバッテリー生産におけるルネッサンスです。SK イノベーションはジョージア州に26億ドルの新しい施設を発表しました。これは今年後半にオープンする予定です。そしてちょうど昨日、エスケートフォードはテネシーとケンタッキーへの110億ドルの投資を発表しました。 USMCA と中国の不公正な貿易観光に反対するトランプ政権の強力な行動がなければ、この新しい投資とそれに伴う何千もの高級の仕事は中国や他の低賃金の管轄区域に行きました。労働者に焦点を当てた貿易政策はアメリカで機能します。未来のアメリカの車の多くはここで作られるでしょう。10月4日。 不代理用紙の大量輸送に対する訴訟、完全な研究論文をここで読んでください。とリンクが貼ってあります。以上2件がトランプ大統領の声明です。そして、P 女子のテレグラムにあったものです。こちらは、六月六日のあの事件の件です。ある方のメッセージが貼ってありました。その方の内容です。私は六月六日の被告の一人です。 私は助けを求めるのは好きではありませんが、それなしではいけません。私には現在国選弁護人がいて、妻、彼女の死にゆく父親、かっこ私たちが世話をしています。そして4人の子供が私に対する司法省の迫害の犠牲者になっています。私は建物に入ったり、何かを破壊したり、誰かを攻撃したりはしていません。この戦いで私たちを助けるために、あなたの心の中で、 何かを見つけてください。というコメントがありまして、そこから貼ってあるリンクのところに、もう少し詳しくありました。次のような内容です。ジョセフ・トーマスは4月に逮捕され、6月6日に首都での彼の存在をめぐって、6件の告発を受けました。今日彼は10件の連邦起訴を受けました。彼は結婚していて、4人の子供の父親です。 首都では彼は暴力もせず自衛のために行動しただけでした。彼は海軍の退役軍人です。PI は愛国心を持っているため毎晩9時 e s t で国家を一緒に歌う DC の政治犯を支援するキャンペーンを開始しました。彼は国家を歌いビデオを投稿しみんなが彼と Sing for freedom に毎晩連帯ししてて参加すすすすることとを望んでででいいままうものですそしておまけです三浦晴馬さんという俳優さんが自ら殺めたという事件がありましたけれども自ら殺めたのではないんではないかというような疑問を呈する方がたくさんいらっしゃいます。これに関して田中太一さんが頑張っておられます。 その内容、とりあえず、琴み郡山2と、あとは、田中太一メガホン放送局というチャンネルを新しく作りましたので、そちらでどんどんアップしていくようにいたしました。ぜひぜひ聞いてみてください。そして、田中太一メガホン放送局もチャンネル登録していただければ大変ありがたいです。それからもう一つですが、 ニコニコの方です。ワクワクについて、公衆衛生かパワーゲームかというタイトルの論考をご紹介しています。こちらもどうぞご覧ください。それぞれのページへは概要欄からリンクを貼ってますので、どうぞよろしくお願いします。それではチャンネル登録とベルマークボタンもどうぞよろしくお願いいたします。それではまたありがとうございました。